こんにちは、5月28日火曜日午後5時を回りました。イブロケ785第2第4火曜日担当パーソナリティの伊谷亜子です。いや、なんか外はですね、今朝結構雨が降っていたんですけれども、ちょっと弱くなったなって思いつつ、傘をさして歩いている方も多い、そんな草津でございますが、まずは番組の説明をさせていただきます。この番組は滋賀県草津市の地域の話題を、滋賀で今一番熱いコスプレギターアーティストの伊谷亜子が音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティです。放送は本日もここ草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送で午後7時までイブロケ785をお届けいたします。ということで、お元気ですか？なんか急にね、暑くなって、昨日一昨日ともう真夏、急に夏がトーンとやってきたっていう感じだったのに、今朝関西に私ね、また東京と行ったり来たりしてるのでね、やってきたら雨に打たれて帰りましてね、もうどういうことなのっていう、もう天気の気分に左右される私たちみたいな状況になっておりますけれども、まあ夏が来る前に梅雨が来るということでね、ちょっと先に明日の天気予報をご紹介させていただこうと思います。明日の滋賀県は未明まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため朝には晴れてくる見込みです。おお、これは晴れるらしいですよ。ちょっと明日、はい、降水確率は午前 0% 午後 0% ということで、雨が降ってくる可能性はなく、気温が朝の最低気温が16度、日中の最高気温が27度、暑いですということでね、また明日ミンミンゼミが出てくるかもしれないですけど、もうそのぐらい暑いので、本当に熱中症にならないように気をつけたいなって思います。そんなわけで、今回も2時間伊谷亜子と一緒にお付き合いいただければ嬉しいなと思うんですけれども、今回もお便りを募集しております。紹介しますね。あんなこといいな、できたらいいな、ということ、行ってみたい国、私の行ってた小中学校あるある、あなたが見る YouTube チャンネルなどなど、あなたの意見、感想、コメントなどどしどしお待ちしております。なぜなら2時間私一人で喋っているので、やっぱりね、ぜひメールいただけるとこう一緒に楽しめるんじゃないかなって思いますので、普段ちょっとメール送んないかなっていう人も気軽に送ってくださいね。それではアドレスをご紹介します。 a@fm785.jp でございます。ということで、オープニングナンバーは伊谷亜子のゲットバックですが、最初の曲もノリノリのアイドルソングをお届けしたいと思います。岡山で活動されているアイドル、マイラビッツのマジカルワード。草津
ということで、皆様草津のこと少しはおって思う情報ありましたか？草津情報の後にお届けした歌は、私伊谷亜子が作詞作曲した草津の歌でございます。草津草草草津です。あのね、やっぱり全国で聞いていただいてる感じなんですけれども、滋賀県草津市の番組なので、草津のことを皆さんに知ってもらいたい、群馬県の草津と間違えないでね、そんなメッセージ性の高い歌でございますね。え、明るいでしょ。まあこちらもよろしくお願いいたします。てなわけでね、いや本当また雨がちょっと強くなってきて、どうしたものかっていう感じで、私ね傘ね FM 草津の外のところにポイって置いてきたから、帰り絶対なくなってないこと私はすごく祈っています。そんな伊谷亜子ですけれども、先日は東京でライブ活動をしておりまして、皆さん今のホットニュースといえばね、トランプ大統領がねいらしていたということで、東京にいたのでやはりその警備体制が結構厳重で、なんか普段この辺りにはあまり警察官ってそんなにいないんだけどなっていうところにたくさんいらっしゃったりして、いやなんかすごくなんかドキドキする光景が見ることができました。でそのトランプ大統領は4日間日本に滞在して、でつい先ほどねお昼の1時半前くらいにお帰りになったということで、ね、テレビで結構ご覧になった方も多いと思うんですけれども、すごいですよね。なんか国と国とのトップがなんかやり取りするっていうのはさ、ただ旅行に来てるんじゃなくってっていうので、なんか私その感覚をね今一生懸命ね総理大臣みたいな気持ちになってね考えてみたんですけど、私ね絶対変なこと言っちゃうなとか思っちゃうのだからね、いやちょっとそうそう、皆さんどういうこと思いました？で今回はねテレビのニュースでもやっていましたけれども、令和初の国賓として皇居を訪問して今月即位された天皇皇后両陛下と会見したということで、両陛下英語めちゃめちゃ堪能ですよね。あんな普段さ英語を喋らない、いや喋ってるのかな普段の生活で、いきなりね会って喋ることができるんだってところにもまず驚きを隠せませんし、なんかやっぱり歴史的にすごくなんか衝撃な、なんか話ですよね。でまたお相撲さんを見に行かれたりだとか、日本に対してどんなイメージを持ってるのか、なんか個別にね私も FM 草津です、今どんな感じですか、滋賀県の草津市にも来てくださいとか言いに行きたいんですけど、その夢はいつ叶うのでしょうかちなみにトランプ大統領は6月末の大阪で行われる G20 にもいらっしゃるということでね、もう大阪ってことはまあ滋賀も関係あるじゃない、だからちょっとどんな風になるか皆さん楽しみにしておきましょう。ということで珍しく伊谷が政治ネタを持ってきたということで明るいナンバーでお届けしていくんですけれども、私はまあちょっと世界は動かせてないんですけれども、滋賀県の近江八幡でフリーライブもやっておりまして、先日5月19日歌の広場というものをまたやらせていただきました。その楽曲とそしてお世話になっている方々の曲もお届けしながら、2時間いきたいと思いますので、次お届けする曲は珍しく男性バンドの知り合いの曲を流します。脈略があるのかないのか、お聴きください。げんなりで星になれたら。少しだけ高いとこがお気に入りだとあらってる小さなその手が僕
進めなんてさ、目を閉じても掴めるその先の暗闇に気づいたとしても救い出せたろうか。ということで、お届けしておりますイブニングロケツ785イタニアコでございます。てなわけでね、イブニングロケツもう私が担当して1年経つかな経たないかなという状況なんですけれども、私は普段ねコスプレしてエレキギターを弾いて歌ってるっていうのも何回も言ってると思うんですけど、もともとは役者をやっていて、その前は実はアナウンスの勉強をしていたこともあって、まあいろいろね頭では覚えているんですけど、やっぱりねやらないとねできなくなることっていっぱいあってね、経験とか滑舌もね。てなわけで、FM 草津主催のアナウンス講座に、体験としてお邪魔してきました。いや私はねやっぱ初心に戻って基礎をやるっていうのは大事っていうことはね、もうこの何十年生きてきてすごく感じているのでね、いやもう行きたいなって思って参加させていただいたんですけれども、そうアナウンス講座っていうのをやってるんですよ。でちょっと現在はもう短期間の講座なので募集はもう終了してしまったみたいなんですけれども、なんか定期的になんかやっているそうなので、次回募集があったらと思って、まあ、参考に聞いていただければ嬉しいなと思います。 FM 草津は開局10周年を迎えました。そうなんです、10周年を迎えてるんですよ。コミュニティ FM の役割は徹底して地域にこだわり、この地域に特化した唯一のラジオ放送局として身近な情報を届けて災害時に役立つこと、そこで市民レポーターや地元の身近なパーソナリティを育成していくためにアナウンススクールを開講いたしますということで、まあ、5月の8日から7月の24日まで全部で6回、いやー6回でアナウンスをマスターはなかなか難しいんですけど、私は先日5月22日に行われた2回目に行ってきました。で講師が松田康子さんというナレーターの方なんですけれども、女性のね。でまた FM 草津内の別の番組で声の広報という番組があるんです。で、まあ、草津市の情報をもっとググッと掘り下げて発信する番組なんですけれども、そちらでも私はちょっとさっきねちょうど収録があって出演2回させていただいているんですけれども、本当にね真面目な文章を読むんですよ。でそのメインパーソナリティというかもう動かしているのが松田さんなんです。で松田さんはねもう60歳超えてるって自分でおっしゃってるんですけれども、それを感じさせないくらいもうはつらつとしていてね、あプロやなってもう最初に会った時からずっと思っていて、まあ、この方だったら教わりたいなとね、どの方もやっぱりプロはいっぱいいますけれどもね、そうすごくね優しくいろいろ教えていただきました。で私はね結構滑舌があって思うことがあるんですけど、口のね開け方からね一緒にやったんです。あいうえおって。でね面白いのがさ、私もね
まあ、やってるやん。で FM 草津のねまあなんとかさんとかは言えないんですけどね、もう社内の普段喋らないね方もねやってるんですよ。でねもう私教えてもらってますからね、先生もそうだし FM 草津の方にも口が縦に開いてないよとか、あそっかなかなかこれ普段はね誰も言ってくれないし、あこうやって直していくんや。でそれをねちょっと意識してるっていうのもあって、前回の放送よりもしかして滑舌が私良くなってるんじゃないかって今思ってるんですけれども、結構ね私も喋り口がね独特なのでね、うわーって喋ってね、もう何言ってるか分かんなくて もうエネルギーで伝えようっていうところがあるんですけど、やっぱりマイク前のお仕事ですからね、少しはねやっぱり聞き取りやすい感じでいかないといけないなと、やっぱ普段ねすごく懸念しておりましたのでね、今回この講座を受けさせていただいて、あ本当に良かったなと思います。あ皆さんができるなんかポイントとしてはね、そうですね、やっぱり口をちゃんと使って開けることですね。ふい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 ってふよよよよよって喋らないで、口をちゃんとねあいうえおって喋るね、あんまりはっきりね口を開けながら喋るとそれはそれでちょっと変な人ってなっちゃうんですけれども、普段開けておくとその筋肉が活性化して喋りやすくなるんですよ。プラス舌、U ターンじゃないですけど、板にだったら板にたんですか、美味しいですかね、わかんないですけど板にたんの位置を下の位置をちゃんと意識するね、そうこの位置で全然聞こえが変わってくる。まあそんな専門的な話なんですけれども、そういう素敵な場に参加させていただきましたということで、気になる方はぜひぜひまた次回開講される際に参加してみてください。もしかしたら板にと受講することになるかも、どうしよう。続きまして、5月19日歌の広場ボリューム8に出演していただきました、名古屋で活動中のアーティストさん、ラノララクで水の中に咲くユリ。目の世界に入り込んで何もできなくなっちゃう、溺れてる水の中に百合が咲いていた、僕はこんなにも歯がゆい思いまでして、手の届かない君を好きになった、できるなということで、ラノララクさんの曲でした。ラノララクさんはですね、次回の6月9日の歌の広場にも出演していただきますので、気になった方はぜひ、6月9日のお昼の1時から夕方の6時までやってます、アクア21のフリーイベントお待ちしております。てなわけでちょっと差し込みでお便りご紹介させていただきます。ゴエモンブロさんありがとうございます。伊谷さん、イブロケの皆さん、こんばんは、こんばんは、草津の
伊丹さんの歌、草津の伊丹さんの草津の歌ですねよくわかんなくなっちゃいました。伊丹の草津の歌ですね。幼稚園のお遊戯の歌にもいいですね。あ、みんなで歌ってほしいね、草津みたいなはい、トランプ大統領皇居訪問はアメリカのマッカーサー元帥と、前昭和天皇が会って以来の歴史的出来事だと思います。うん、ね、皆さん注目してますよね。あと伊丹さんの声アニメの声優の方にも向いている。あ、ありがとう。多分これあれですね、あの生き生き草津で少年声で一生懸命初見読みしてた時のあれでしょうか。ありがとうございます。あ、よかった。横でさ、前田さんっていうね、あのオペやってくださってね、ディレクターの方がちょっと渋い声でね、渋い顔で見てたからさ、大丈夫かな、大丈夫じゃないかな、まあ一回やっちゃえって感じでやってました。はい、やっぱこういうの大好きです。てなわけで、今回はですね、お便りのテーマね、募集させていただいてるんですけれども、そちらもちょっと紹介させていただきます。あなたが見る YouTube チャンネルということで、あの YouTube どうですか。まあね、あんまりね FM 草津やってて YouTube 見ましょうとかさ、どうなのとか聞くのもちょっとあれかなって思うんですけど、最近ではね、私もね YouTuber って呼ばれるね、もう YouTube を職業にして食べてる人っていうのがすごくもう人気じゃない。だからヒカキンっていう人がもうすごい有名、ブンブンハロー YouTube って、私できないけどね、やらないんですけどあのその方のね、あのマスコットキャラクターの T シャツを着た少年少女をたまに見かけるんですよ。でたまに見かけるってことは相当な割合で好きな人多いってことですよね。いやだから、いやもうなんか最初私もなんかどうせね、でかいプリン食べてみたとかさ、なんか面白いのかなみたいな思ってたんですけど、よくよくいろいろ見てみると、まあそういうネタもあるし、まあそれも面白いと思うんですけど、やっぱ 年齢があるじゃない。で私は私の年齢に合った内容も結構あるんですよ。まあ例えばあのピンとこないかもしれないんですけど、コスメとかさ、まあそういうのもあるけど、あんまりコスメにピンとこない私がいるんですけど、あの勉強系とか、あとニュース、テレビでやんないニュースとか、まあテレビも見ますけど、あとなんかその自分ではできないことをやってる人、例えば花尾っていう YouTuber がいるんですけど、私すごく好きで、あの彼のおかげで私はちょっと YouTube を毎日見るようになってしまったんですけど、彼は理系がすごく得意なんですよ。それであのまあちょっとふざけてるとこもあるんですけど、あの大学の学園祭というか屋台が出てて、そこで注文するときに普通になんかポテト1個くださいっていうのをあえて理系にして、なんとか分のパイ分のなんとか10個くださいみたいな言ったりする、それでわかるかみたいな、なんかそういうのをやってて、私には全然わかんないんですけど、あーなんかすごい世界があるなとかね。あと最近では本当に芸能人も出演している YouTube があったり、有名なところだとキングコングの梶原さんっていう、まあね一時すごくテレビで見かけていた、今もね赤いジャージで有名なカジサックと呼ばれる人がいるんですが、その方はやっぱりもともと有名な、あの、まあ、今もね有名な芸人さんだったということもあって、やっぱり広がりがすごくあって、普段 YouTube で出ないような人が、あこんなテレビでは喋らないようなことをもうずっとほとんどカットなしで喋っている動画が見れたりだとか、あと勉強系だとまたね、あの中田敦彦さんもよくテレビでもね一生懸命というか、分かりやすく説明されるというか、口がうまいなってすごい思ってるんですけど、その人がなんかエクストリーム授業って言って、日本の歴史をもうゼロから全部バーってもう一人でバーって説明するものがあって、あと世界史とかもあるんですよ。で私世界史はあの高校の時に取ってなかったので、結構その今活動していてさ、どこの国がどうだとか結構知らないことも多いから、世界史勉強しなきゃっていう時に結構噛み砕いて説明している動画があるのはすごく助かるなって思って、だから私もね結構テレビめちゃめちゃ見るんですよ。今朝ドラも毎日見てるし、なんならおしんも見てるしさ通じるのかな、だからテレビすごい好きなんですけど、でも YouTube は YouTube でなんかすごく活用法があるんだなって思っております。そんなわけで、テーマということでお便りいただいてますね、ご紹介させていただきます。ベルチ森山さんありがとう。
今見ているのはあこさんのチャンネルです。あ、さすがです。楽しくて気になって同じ PV でも何回も再生しております。最近また PV が増えて嬉しい限り、これからもチェックしていきますということで、私はどっちかっていうとアーティスト系で今やってますので、喋りよりもあの歌のチャンネルっていうか、私の作ってる曲をそのままドーンと載せたりだとか、あとこのイブニングロケッツも実は私の YouTube チャンネルに載せておりますので、ぜひイタニアコで検索してみてください。あとは他にどんなのがあるかな、魚をさばくチャンネル、あ、なるほどね、そういうのもあるのね。なかなかね、やっぱり見ながらできるっていうのはすごくいいことですよね。私もギターの練習するのにさ、やっぱコードだけじゃちょっとここわかんないなってところは、ギターなんとかなんとかで検索すると結構弾いてみたとか載せてる人もいますね。はい、ゴエモンブルーさん、あ、ゴエモンブルーさんありがとうございます。イタニアコさんの歌のシリーズよく聞いてます。滋賀の歌ありがとうございます。滋賀の歌の CD を聞く前に聞くと、CD に出てくる言葉の意味が内容がよくわかるからです。あの動画だからテロップ入れてるんですよね、だからわかりやすいってことで、はい。滋賀の歌は滋賀の名産や生き物、お土産、歴史の勉強になりますね。板谷さんに感謝、ありがとう。みんな私の宣伝を積極的にしてくれる、ありがたや、ありがたいね、本当いい人たちだ、本当にありがとう。こじこじさんありがとう。板谷あこさんこんばんは。前田さんもこんばんは、ありがとうございます。あなたが見る YouTube チャンネル、2人の声優さんが日本の歴史をテーマに語り合うスキラジという番組は、国内旅行する時の参考になるので定期的に聞いています。いいね。あ、本当歴史テーマに語り合うのあんの。私ちょっと実はね、今ね、その中田さんに影響されてね、滋賀の歴史を語る番組とか動画とか載せようと思ってたんだけど、あ、やっぱ需要があるんですね。また韓国で飲食店などの料理を食レポするカオル TV という番組は、韓国旅行の参考になるので旅行前とかによく見ます。あと結構世界の団体についてギリギリの話をする偉い店長さんのエラテンチャンネルは、テレビや公共のラジオでは絶対にできない話をしていて、毎回ヒヤヒヤしながら聞いています。実は少し面識がある。そんなことあるんだ。まあでも映像よりも作業しながらでも聞けるラジオ系の番組の方がよく聞いているような気がします。ありがとうございます。ってことでね、 FM 草津78.5MHz、こちらも引き続きよろしくお願いいたします。それでは、続きまして、板谷あこのと、安西彩の曲お届けしたいと思うんですけれども、こちらも SNS つながりで TikTok に公式っぽい感じで配信されておりますので、ちょっとそちらの説明もします。よかったら先に曲を聴いてみてください。まるまる近づいたらハートになるね。こんにちはって言うのためだね。ありがとうは素直に言いたいよ。嫌われるのは怖いし、笑われたくない。ということでお届けしております板谷あこと安西あやで〇〇でございますが、先ほどちらっと言ったんですけれども、 TikTok というの知ってますかね。あのリップシンクアプリということでね、キャリーパミパミュさんがね、キャリーパミパミュさんがよく宣伝されているあのアプリなんですけれども、
こちらの TikTok スポットライトというものに登録しまして、あの伊丹亜子のエレキゴリゴリと手羽先ウーマンと、そしてこの〇〇という曲3曲を、いろんな人に音楽を BGM として使っていただけるように設定をしておりますので、この曲いいなって思って、別に可愛いなって、可愛い動画じゃなくてもいいんで、ぜひこの曲を使って、動画を撮影して投稿してみてもらえると嬉しいなと思いますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。そしてこの今流れているタイミングで伊丹が今ねスタジオ内で一生懸命回る回るって撮ってみたので、ちょっとたどたどしい感じになってますけれども、そちらの動画後でアップします。よかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。てなわけでね、伊丹亜子安西彩の〇〇はですね、ライブの時に直接販売しているんですけれども、通販サイトでも販売しております。伊丹亜子と検索するか、安西彩安い西の、色彩の際に矢尻の矢の、子でございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでね、もうあっという間に、5時台最後の曲になります。こちらも歌の広場に出演していただいております女性の方の曲でございます。東京から来ました。ピアノで美しい音色を奏でて、ストーリーも素敵。今回はギターで弾いていただきましたが、お送りするのはピアノ。それでは、6時台も引き続きよろしくお願いします。伊丹亜子でした。この曲は鈴間あゆみである、旅のある旅の歌です。集めた星の砂を見せびらかした夏の日、ということで、6時台もこのアゲアゲのテンションで行こうと思いますよ。5月28日火曜日午後6時を回りました。イブロケ785第2第4火曜日担当パーソナリティのイタリアのイ、谷間の谷、アジアの子で伊丹亜子です。この番組は滋賀県の草津市の地域の話題を、滋賀で今一番熱いコスプレギターアーティストの伊丹亜子が音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティでございます。放送は本日もこちら草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送で午後7時までイブロケ785をお届けいたします。ってなわけでね、もうなんかやっぱり5月も後半になりましてね、日が長くなってまだ全然外の風景がしっかり見えるんですけれども、さっきちょっと雨が強くなったかなって思ったら弱くなったかな、強くなったかな弱くなったかな、そんなね雨の気分に振り回される私たちですけれども、ちゃんと皆さん傘持ってきましたか。冒頭にお伝えしたんですけれども、明日の予報は晴れですのでご安心して。どうしよう、私天気予報士じゃないからさ、明日雨降ったら私どうしたらいいの、責任取れないので、もし何かあったら FM 草津にご一報ください。なんでだよみたいな、なんでだよって。どうなの、皆さん結構お仕事に行かれる方はね、朝からお仕事に行かれる方はね、午後天気どうなるか分かんないからって折りたたみ傘持ち歩いてる方も多いと思うんですけれどもね、持ち歩くのもねまた重いからね、本当、あ、こんにちは、ありがとうございます。今日はねいろんな方がすごくね手振ってくださって嬉しいなって思います。さて、今回もお便りテーマ募集しております。
いきますね。あんなこといいなできたらいいな。あえて音を外していきます。あと行ってみたい国、私の行ってた小中学校あるある、なんか例えばね、あ例えばとか言わなくていいか、うんうん、そんな感じの。そうはい、で先ほど紹介させていただいたんですけれども、あなたが見る YouTube チャンネルなど、個人的な感想なども含め送っていただけると嬉しいなと思います。お便りアドレスはですね、 a@fm785.jp a@fm785.jp までよろしくお願いいたします。ということで7時までよろしくね。最初にお届けする曲は板谷子主催フリーライブアクア21の歌の広場ボリューム8に出演していただきましたアンチェインベティローズのフライという曲をお届けします。ということで、名古屋を中心に活動されているアンチェインベティローズは、女性のボーカルとギターのね、あの男性のギターと2人組なんですけど、本当にね圧倒されます。歌唱力もそうだし、ね、また来るからね。さあ、次にテーマ募集したのでそちらをご紹介させていただきたいと思うんですけれども、その前にいつちょっとYouTube 動画でね抜けてたお便りがあったのでご紹介させていただきます。あこさんこんばんは。まーちゃんです。まーちゃんありがとうございます。まーちゃんさん、私はカメラ関係の動画をよく見ています。イルコさんやジェット大輔さんの動画をよく見ています。新しいカメラやレンズの評価、撮影方法などアップしているので参考にしています。また栃木県にある佐藤カメラでは毎週水曜日に友よさんという方のライブ配信もカメラ関係のネタで面白く楽しみにしています。ありがとうございます。なんじゃかんじゃも登録してみてるということでね。はい、ありがとう。ということでね、皆さんのね、もうそのいやね、昔っていうか私がねその中高生時代にねすごくアニメが好きでね、でアニメ共通のアニメの友達がねなかなかいなくって、それで文通とかしてたんですけど、なんかでもインターネットもあったので調べることはできたんですけどね、今の方が簡単にそういう情報とかね別に東京にいなくてもどん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 さ検索もできるし見ることもできるしねっていう環境だからね、随分変わってますよね。だから皆さん YouTube 動画ね進めてくださってありがとう。私見てみるわ、うん、なんか新しいあれが開けるかもしれない。そんなわけで、取り扱うテーマはですね、行ってみたい国ってことでね、急になんかあちゃこちゃね行ってみたい、いや行きたいなってね、トランプ大統領さんが来たことによって、いやかちょっとそこで別に私がアメリカ行きたいなってそれで思うわけじゃないんですけど、私アメリカも行ったことないんですよね。で、あのこの活動で今のコスプレギターアーティストの活動で行ったのは韓国だけですね。それ以前の活動ではドイツとかオーストリアとか、あと学生時代にまあ行ってるな、意外と行ってんだけど、でも行ったことないところ、私アメリカとエジプトとあと映画のさ見に行ったんだよ、キングダム。あ、キングダムって場所があるわけじゃないよ、あれは中国ですよね中国のね、なんか見ました、あのキングダムって映画ね、
あ、その後ちゃんと紹介させていただくからね。キングダムがね、まあ、もう有名だと思うんですけど、紀元前3世紀の古代中国の戦国時代末期を舞台にして、後の新皇帝になる新王政と秦の武人である主人公の秦、あの信じる方の秦の主人公の活躍を中心に描かれている中国時代劇であるということで、もうね、かっこいいじゃんとか、もう、ね、出てくる人がね、有名人ばっかりなのよ。まあ そりゃそうかもしれないんですけど、あ、この人もしてる、この人もして、あ、朝ドラの人やとかね、そんな感じ、みんな多分。それでうちはね、あの滋賀県のイオンモール草津の映画館で、お父さんとお母さんと3人で見に行ったんですよ。いや、キングダム見たいわっつってね、もう見に行ったんです。そしたらね、お父さんとかもすごい喜んでてね、お母さんも、あ、朝ドラの人やって言って喜んでてね、でちょうどね、あのディレクターの前田さんも見たって言ってたからね、あ、やっぱもうそれぐらいね、あの全世代に愛されるようなスケール感とか、うん、かなり凝っていましたよね。でも漫画もあるんですけど、本当は多分あれ統一していくんですかね、きっとね。なんか映画、まあ、ネタバレになっちゃうから、まあ、途中までで終わってしまうんですけれども、実際にこれ CG なのかなって思ってみたら、行ったんですね、中国にね。いやー、あんな壮大な、だからね、余計リアリティがあるんだなって思って、ちょうどねテレビで言ってたんですけど、こう始まるカットがかかる前に、こう臨場感を出すために、その現地のスタッフが砂ぼこりを撒くのに、なんか袋の入った砂をこうブン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 回してね、通過していくっていうのを聞いてね、あー、なんかそういうところから、なんか昔ながらの感じですよね、なんか、うん、なんかそういうね、ぜひぜひ、あのキングダムまだ見ていない方いたら、ぜひぜひね、行ってみたら面白いんじゃないかなって思います。なんかすごい旅行に行ったような、旅行に行ったわけじゃないですけど、タイムスリップしたような、そんな気持ちになりました。アニメもね、ちょっと見始めようとしてるんですけど、アニメはアニメでなんかこう CG っぽい感じで、またね違うんだなと思って、うん、いや、いいですね。ちょっと私も、あ、すごく印象的なのが、2人いるじゃん、少年がね、2人いるんですよ。で、片方が王様になって、片方はもう無人なんですよね。で、あの、もう奴隷だから、なかなか生活が、もうひたすら働くしか生活がないかな、この生活を脱するために1000回もう死ぬ気で、もう本気で試合を2人ですれば絶対俺らは強くなるっていうのを言ってて、もう身に染みましたね。そうやなって、もう本気でギター死ぬ気でさ、毎回ね弾いてたら多分上手くなるだろうな、うん、そんなことを感じました。はい、ということで、皆さんが行ってみたい国、ひらやんさん、ありがとうございます。いつも頑張ってリタニアお子さん、お疲れ様です。急に暑くなったり、今日は雨だったり、季節の変わり目ですね。さて、行ってみたい国ですね、行ってみたい国ですね、ひらやんは南米に行ってみたいです。うん、中でもチリ、ほうほうほう、イースター島に行ってモアイ像を見に行きたいです。あー、確かによく見るよね、あの CM とかでね。伊谷さんはモアイ像を見たいと思いませんか？見たいです、見たいです。あ、伊谷さんのパワーを感じる、今日も伊谷あんこに会いに行くと、伊谷とアイアピースのコラボ曲の〇〇をリクエストします。ありがとう、いつもリクエストしてくれてるのにね。あ、でも〇〇は流したからね、ありがとう、ひらやんさん。また行ってに行ったみたい国、ちょっと紹介してない方いらっしゃるかな。まあ、大体紹介、ちょっと次ごめんなさい、1つだけ紹介させていただこうかなと思います。こじこじさん、ありがとうございます。行ってみたい国、僕はよく韓国に観光で行くのですが行くよね、行くよね、はい、あのアーティストさんでね、山本香織さんって人がよく行ってるし、私も行くしみんな好きなのか。そうで、行くたびに新しい発見があって面白いです。そしてできれば最近関係が改善しつつある北朝鮮にもいつか行ってみたいです。もう何も触れません。あとは歴史的に日本と関係の深い中国、台湾、フィリピンなど、東南アジア系にも興味があります。なるほどね、そうですよね。まあでも見た、やっぱりさ、実際に行ってみて感じるのとさ、やっぱり知ってる情報とは全然違うと思うのでね、行けるもんだらやっぱりいろんなとこ行ってみたいなってすごく思います。ちなみに今朝ドラやってる北海道にね、我の私の両親がね行くんですって、私を置いてね。私トウキビチョコが好き。あ、皆さん北海道行くときは伊谷にトウキビチョコよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、しっとりと門在蓮の歌声は本当にいいですよね。歌の広場来ていただきました、門在蓮でねえ。まだ私も知らない、あ
しすぎて笑顔で溢れていたじゃない。ねえどこにも行くな、そばにいるよとあなたが言ったじゃない。滋賀県琵琶湖、その琵琶湖は今危機に直面している。ブラックバスをはじめとする外来魚により、古くから生息している魚たちが減少の一途をたどっているのである。それを解決すべく一人の飛び出し坊やが立ち上がる。琵琶湖の周りを駆け巡り、出会いと別れ、琵琶湖湖底に眠る巨大ロボット、琵琶コンガー Z、 そしてついに船寿司という秘密兵器を手に入れた。戦いの行方はいかに。飛び出し坊やの戦いを歌った伊丹亜子の CD、滋賀の歌1番から22番、好評発売中。天守閣から角生えたあの猫が呼んでいる。一番エコいいですエコいいですいやでもね、よかった。なんか楽しい毎回のね恒例のコーナーになってきたんですけれどもね、滋賀の歌というものを1番から22番まで作って歌っているんです、私実は。でその滋賀の歌を1番ずつ紹介するコーナーもついに合ってるのか間違ってるのか19番まで来ました。19番はですね、前回まあ解説するとですね、滋賀県の琵琶湖がありまして、琵琶湖の生態系が崩れて何とかしようと飛び出し坊やがね、滋賀県内を巡って、最終的にロボットを出そうと、今そんな状況、悪の根源に立ち向かうちょうどそんなと、もうね、もう今行くぞってと時です。はい。で多分18番では地名攻撃って言って滋賀県の地名をひたすら羅列するってそんな歌を歌ったんですけれども、19番は長いです。この22番まである曲は全部バラバラでメロディーが違うんですけれども、一番長い曲ですので、心して心して覚悟して、聞いていただけると嬉しいなと思います。最初はウォー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 で始まりますので、掛け声よろしくお願いしますね。いきますよ、滋賀の歌19番。
ということで激しいウォーウォー、滋賀の歌19番でした。あやな一時すごいライブで歌ってたんですけどね、最近19番はあんま歌わなくなっちゃったね。聞いたことある、大丈夫？なんかさ CD 持ってる人でもさ、いや滋賀の歌2番初めて聞いてるとかね、そういうこと言う人多いんだけど、ちょっと聞いてよちゃんとみんな。でもわかるね、22番もあるからね。でもね、こうやって何回も聞いて滋賀のことを分かっていただければ嬉しいなと思うよ。さあ22番まで行ったらどうなるのか、あとね3回ぐらいでねこのコーナーが終わってしまうところなんですけども、まあそんなことを不安に皆さん感じないで大丈夫、次のこともちょっと考えてるよ。まあそんな、まあ楽しみにしていただきつつ、こちらの滋賀の歌の1番から22番まで入って、26分ぐらいの CD なんですけれども、そちら500円で販売しております。こちら店頭販売しておりまして、 FM 草津では販売してません、お気をつけください。イオンモール草津の島村楽器さん、そして十字屋 A スクエア店、はい、私の手書きポップ付きで販売してます。ちなみに十字屋さんの方ではピックが付いております。私エレキギターを弾くのでそのピックです、サインとかいろいろ入ってます。それで500円だよ、ぜひぜひ、これからも長く置いていただけるために皆様ご協力をよろしくお願いします。そして占いカフェ恐竜屋さんなど、いろいろ新しくね置いていいよっていう店舗さんも募集してますのでよろしくお願いします。ということで以上滋賀の歌コーナーでございました。君の声を聞かせてよ、君と夢を育てて。はい、ということで、続きましてのね、しっとりしちゃったよもう。ねえ、さ、この曲はですね、イタニが何年前ですかね、6年ぐらい前に出演した舞台の曲なんですけれどもね、何の役だったっけね、結構冒頭で殺されてしまうお母さんの役っていう、あれ速攻で倒れてしまいましたけど。はい、いやでもね本当しっとりした舞台だったから懐かしくなっちゃった。さあ、お便りご紹介させていただきます。ということでテーマあったんですけど、私の言ってた小中学校あるあるってことでね、何のことやと思うかもしれないんですけど、意外とさ、その小学校中学校の時の話をしてると、あ、これ県で違うんやなとか、まあ、世代でもねもちろん違うと思うんですけれども、結構違うんやなと、その学校の方針で。ちなみに私はね、小学校中学校はね滋賀県じゃなくって広島県で過ごしていたんですけれども、私の広島県の学校ではですね、昼休憩が20分あって大休憩って呼ばれてたりだとか、あと帰りの回で
歌、クラスソングを歌ったりだとか、それこそ原爆の歌を歌ったりだとか、その季節ごとにあるなんか歌をなんかみんなで歌ってからさよならって帰っていたりだとか、あと夏になると脱脂粉乳、戦争給食みたいな感じで脱脂粉乳が出てたりだとか、それも広島の中でもね、場所によるらしいんですけど、まあそういう感じでした。てなわけでね、まあそれでちょっとね、あの千葉のね、のっぴーさんという人とね盛り上がったのでね、今回そのテーマにしたんで、早速じゃあのっぴーさんね紹介しますね。のっぴーさん、はい、ありがとうございます。こんにちは。私が通っていた小学校あるあるは、生まれも育ちも千葉県なので、独特のあるあるっていうのが、2時間目と3時間目の20分休みを行間休みと言います。あと給食には名産の落花生を使った味噌ピー、ピーナッツ味噌が週1回出ていましたが、私はピーナッツが苦手なので食べませんでした。好きな人はハマるみたいです。ハマるみたいですね。みたいの見るが感じになってて、いやそうなんだ、食べてみたい味噌ピー。味噌ピーってなんだろう、なんだろう、なんか辛いやつかな、なんか食べたことあるのか食べてなことないのかちょっとわかんないんだけど、やっぱなんかこう休憩の取り方とか、あと授業の時間とかも結構ね、学校によって違うんだなってすごくね最近ね知るんですよね。はい、ありがとうございます。ベルチーさんからもいただいてます。あるある、小学校は2限目と3限目の間の25分間休憩で行間運動をやっていました。何これ、行間っていう言葉流行ってるのかな。夏場は学校周りをひたすら走って半年間の合計周回を競っていました。昔は長距離が苦手だったので冬場の縄跳びの方が燃えました。あ、わかる、なんかそういうのあった。私朝とかにね全校周回やって、週に1回ランニング、ジンギスカンの曲に合わせてランニングしたりだとか、あとひたすらエクササイズ。女性教師がさ一人ね、うち学校1000人ぐらいいたんですよ。で1000人の前に出てきて女性教師がねエアロビクスやるんですけど、いつも恥ずかしくないのかなと思って見てたんですよ。いや緊張するよねあれ絶対ね、もうかわいそう。いやかわいそう、ノリノリに見えたけど。あと中学校、ベルチーさん中学校、母校の校歌が合唱になっていました。ソプラノ、アルト、テノール、バスの4パートで、入学してからしばらくは音楽の授業で校歌の練習。すごい、やっぱ校歌をちゃんと歌えるっていいですよね。効果覚えてます？ちゃんとなんか効果っていうテーマもやりましょうかね。あとは、ごえもんさんありがとう。ごえもんブロさん、私の小学校では居残り勉強、残弁、残って勉強っていうのがありました。それはテストで間違えたところを直して覚えていってもよし、家で宿題をやりたくなければ学校の開放されている教室で宿題をやってもいいという便利なシステムです。おかげで家に帰ってからは教科書をやる気があるとき広げればいいので、結構メリハリが出るいいシステムでした。あ、なるほど。どこなの？ちょっとみんなさ、都道府県もちょっと書いてほしいなこれ、ね、あ、今送ってももう遅い。みんな教えてください。はい、ありがとうございました。ちなみにね、こちら滋賀県草津市の小学校出身の人がたまたま今日いなくてさ、でね、あのボスじゃないけど、あのスタッフさんね、さっき2人お話聞いたんですけれどもね、草津市の小学校の方もいたんだけど、いや俺の時代とちょっと違うと思うから若い子に聞いてくれて、いや若い子いないんだもん、歩いてる人に、そうか声かければよかったのかな。そうでもね、なんか滋賀県って言ったら私海の子のイメージめっちゃあるんですけどね。あ、そういえば前ね、あの藤田さんっていうね、他のFM 草津で他にあのアシスタントされてるね女性の方はね、海の子好きって言ってましたよね。やってないけどみたいな、海の子。あとはね、もう一方ね、大津市の小学校行かれたっていうねスタッフさんもいたんですけど、なんか年代もあってか、私広島だから脱脂粉乳出てたけど、もうその当時小学校は脱脂粉乳出てたっていう人もいたり、あ、これはね、でもさ世代を超えてもさ、なんか小学校中学校って大体なんとなく認識的には一緒じゃない。だからそういうお話をね家族としてみるのもいいんじゃないかなってすごく思います。以上、そんなコーナーでした。さあ、歌の広場出演していただいております島野ひとみさんの楽曲をお聴きください。ちょっと早いかもしれない、でもひまわり。遠くを見つめた、何も見えない
なくて私のひまわりはどこにいるの頑張っても頑張ってもなかなか報われなくてそんな私を見つけてそっとつぶやいてくれた咲けない花だってあるからそこでめげたりしないで霞んだ夕ってことでね、もうなんか枕になっちゃってねあと少しでイブニングロケット785はお別れの時間になってしまうんだけど私はまだ喋るよ。いや今回もね私あれなんですよ深夜バスでね帰ってきたんですけどまあこう真っ暗になってもうスマートフォンなんかもう見れないわけよ。で結構昨日は早いタイミングでバスに乗ってねもうすぐ暗くなってねでもうだいたい暗くなる前にヒュッてこう音楽をセッティングしてフッて伏せとくので、私のねスマホケースめちゃめちゃでかいピカチュウなんだけど見ないと分かんないと思うんですけどあやだなそれでバレちゃうかなあピカチュウやみたいないたにかってなったら面白いけどね。うん、でそのスマホをこう置いてで寝てたんですけどまあいろいろごそごそもするわけよ。あの人がね4列シートでいてるからね大変よ。で私通路側にいて真ん中に2席あって真ん中通路あってまた2席あるって感じなんですけど多くの人が出るときは避けなきゃいけないわけよトイレとかでね。でそういうことをしてて、まあ、それでもほとんど寝てたんです。頑張って寝てたというか目閉じててそれでなんかこう到着のさ10分前とかにパンポンパンポンみたいな感じでねアナウンス流れてはいもう出てくださいって感じでそんな深夜バスでスマホねふっとその10分前に見るじゃん今何時やろうっつってそしたらさなんかね勝手にっていうか私全然検索した覚えないんですけど検索画面出てきててそれはそれで運命かなって思ったんですけどジャンヌ・モロー若い時って検索されててそれでなんかねジャンヌ・モローさんの若い時の写真の画像がバーって出てたのどういうことみたいな言ったからねジャンヌ・モローさんの話をしようと思ったんだけどそんなに話しないからバーって喋るね。ジャンヌ・モローさんねすごい有名なねフランスの女優さんでもうお亡くなりになってるんですけれども死刑台のエレベーターとかあとニキータでも出演しているんですって。で彼女がすごく名言をたくさん吐いていてフランスでは60や65歳になってもまだ女でいられるのよとか年齢というより老化への恐怖が人をダメにするのとかねなんか言ってみたいよね。でもそうやってね私もさ自分のさ年をね取るのをねちょっと実感をしているんですけれどもあこうそういう運命なんかなうちがなんかちょっとこうモヤモヤしてるのをなんとたまたまだよ私全然ジャンヌのジャンヌ何も打ってないのにさジャンヌモロ若い頃で検索されてその名言まで出てきちゃうっていうのはなんかもう大丈夫よあなたいい感じに年を取りなさいセクシーでいなさいみたいなそんな感じのねなんか天からの声なのかなってはい思いました。ありがとうということで、最後にお便りバーって紹介してもいいですかね。いきますね、あんなこといいなってきたらいいなそう紹介そうなんですよ。でもあんなこといいなやっぱ若いままでいたいです気持ちね。そうそうこじこじさん僕はパソコンやカメラが好きなので音楽をやっている人の CD や PV を作ってみたいですね。最近は伊谷さんのように全て自分でやってしまう人も多いのですが明らかに時間が足りていないようなので部分的にでもお手伝いいただけたら嬉しいです。そうなんね、本当メッセージいただいててそうそうそうありがとうございます。なるほどねもうやってみたいんだ
ちょっと検討します。ありがとうございます。みんなやってくれるのかな、もしかして振ったら。私お金出さないよ。そういうことよね。ベルチーさんありがとうございます。あんなこといいな、できたらいいな、夏の気温マイナス5度下げられないかなと思います。すごい大きく出たね。もう地球をこう動かすね。夏は暑いのが風物詩ですが、ここ数年はいくらなんでも暑すぎる。せめて31度ぐらいにできればちょうどいい暑さだと思います。そうだね、本当やね。もう日焼けシートめっちゃ貼って歩くしかなくないもんね。あとどこでもドアがあったらいいな。うん、確かに欲しい、マジ欲しい。でもどこでもドアをくぐった瞬間に自分の身に何が起きてるかちょっと不安にならない。私はそう思う。さあ最後に、五右衛門風呂さんありがとうございます。あんなこといいな、できたらいいな、ドラえもんのタケコプターやライト兄弟の、あーなるほど、空飛ぶ絨毯ではありませんが、全部バラバラですね。びっくりしました。スーパーマンのように速いスピードで空を飛んでみたいです。もうね、怖くないっす。まあまあそうだよね、みんなアニメ的なイメージで。そうだよ、わかるわかる。本当タケコプターも首飛んできそうですからね。ダメだよね、そういうこと考えちゃダメだ。空飛ぶ絨毯がちょっと一番現実的じゃない？わかんないけど、高所作業車に絨毯引いてこう飛ぶみたいなね。あ、そういうことじゃないよね、言ってるのはね。例えばでもさ、絨毯でさ、みんなが協力してたらくれてさ、あの絨毯こう6人ぐらいでさ持ち上げてさ、歩いてくれたら空飛ぶ絨毯になるんじゃないかな。ちょっとそれライブでやってみたいんで、ちょっとご協力よろしくお願いします。体重は私重いです。はい、ありがとうございます。ということでね、あのっぴーさんも YouTuber、 交通系 YouTuber の話題ありがとうね。ということで皆さん、時間もお便りたくさんお待ちしております。というわけで、曲が流れたので、ちょっとお聞きいただいて、エンディングトークいきたいと思いますよ。お聞きください、水木奈々でトリックスター。ということでね、もう時間があっという間でね、もうエンディングでございますよ。チッチチチッチチいや、てか本当ありがとうございました。今回もね、たくさんお便りいただきまして、あなたのお便りと、があっての私の番組でございますので、皆様諦めずどん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 送り続けてください。よろしくお願いします。来月になるんですけれども、次回の放送は6月の11日の火曜日、セイムタイム、セイムチャンネルでございます。ちょっと間空きますけれども、よろしくお願いします。またイタニアコのイベントとしてはたくさんやっているんですけれども、次回のフリーライブ歌の広場ボリューム10は、イタニアコ、安西彩、工藤ちゃん、有坂恵美、ララ・ラクノ、ララ、ん？ん？ララ、ラ、違う、ラノラ、もうだ、ラノララク、ラノララクちゃん、清水まみと、そういうメンバーで、アクア211階センターコートで行いますので、6月の9日の日曜日のお昼の1時から夕方の6時まででございますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。ということで、最後の曲はでっぷりゴージャスな感じで終わりたいと思いますよ。皆さん、明日晴れるらしいですからね、もし晴れじゃなかったら FM 草津にお便りください。椎名林檎と斉藤猫でこの世の限り。皆さん、またね、バイバイ。